皆さんこんばんは。全身チャンネル第151回です。今回の全身はこちらです。戦争への道、入管法改悪弾劾、杉並から改憲阻止の大運動を、私原口智子の街頭演説をイケメンで紹介しています。それでは当日の映像を少しだけご覧ください。入管法の改悪が強行採決されました。外国人技能実習生が本当に劣悪な労働環境を強いられ、約7割が最低賃金以下、恋愛も妊娠も許さない、こういう人権侵害、もう人間を否定するあり方が外国人技能実習生に強制されていた現実が暴露されました。安倍政権がやっていること、日本政府がやっていくことは生産性の向上、こういう名のもとに労働者を安い労働力としてこき使って、女性もお年寄りも、そして外国人も金儲けのための道具として使っているということ、そのことが今この入管法をめぐって明らかになったと思います。それで多くの外国人技能実習生の命が奪われます。私原口智子は連日杉並で街頭宣伝を行っています。次は12月16日の日曜日、12時から JR 高円寺駅の北口、そして17時半からは高円寺駅の南口で訴えさせてもらいます。ぜひ応援よろしくお願いします。ここで皆さんに緊急告知です。12月24日月曜日夜9時半から YouTube ライブ配信を行います。夜9時半から30分間配信する予定です。ぜひチェックしてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。